どうもこんにちは、コメントを返信していきたいと思います。かおりさんおはようございます。今セルシンに時間していますが、長期間作用なので体内に残る時間が長いので心配です。6、7年前にフラフラしだしてお酒に酔っているのと同じ状態みたいです。常用量離脱状態です。過敏性腸症候群のガス型みたいです。離脱症状か、肩もガチガチでゴリゴリ肩を回すとなります。朝起きたら胸焼けしていることもあります。リーゼは不眠、筋力に作用する作用、鎮痛作用が安定剤の中では弱く、セルシンの方が作用は強いそうです。これは医師の書かれているブログで確認しました。抗精神薬は脂肪に溶け込むのが厄介です。長期服用が問題なのですが、長時間型に時間した方がいいでしょうか。主婦なので今の状況は3回服用は可能で、リーゼを薄めて飲むか悩んでいます。リーゼは短期に効くので切れた時はよくわかります。セルシンに置き換えると切れたという感覚はありません。なので離脱を感じない時でも薬を飲むのが抵抗があります。長時間体内に残るのが本当に心配で、劇薬なので他の病気を併発することも心配です。長期飲んだ人のブログを見ると似たような症状を訴えられています。ヒロさんも長期服用されてますが、うまく弾薬できた薬もあるようですが、ひどい症状はありませんでしたか、ということで。リーゼを、セルシンに置き換えるかどうか、それで悩んではるっていうことですかね。基本的に僕は、アストンマニュアルを、踏襲して、るというか、僕の原薬の基礎はやっぱりアストンマニュアルにあると思っているので、だから短時間型で原薬難しいって言っている方に対してはやっぱり長時間型ジアゼパムに置き換えて原薬するというのがセオリーなんじゃないのかなというふうに思いますけどね。アシュトンマニュアルであれだけすごいページを割いて書かれているので、やっぱりそれがアシュトン博士が長いこと研究して出した結果としてそれがあると思うので、それは尊重したいなと思ってるんですけど、はい。ほんで、僕自体ももう25年以上飲んでますけど、どうですかね、その脂肪に溶け込むとは言われてますけど、確かに脂肪に溶けるんですけど、それで蓄積していくのかどうかって、そこに関してはアシュトンマニュアルにはそんなに触れてられないし、僕がそのFacebook のグループで弾薬成功した人を見てても、その長期間飲んでてその脂肪に蓄積してそれが何か問題になったという話は聞いたことがないので、僕はそのずっとその脂肪に溶けて体内に蓄積するっていうのはどうなのかなと思いますけどね。
そんなに僕個人的な意見としては影響ないんちゃうかなというふうに思ってますけど、はい、セルシンの方が作用が強いそうですっていう、まあ、作用が強いっていうか、その透過換算したら一緒やと思うんですけどね、その力化が違うので、その力化をジアゼパム合わせてそのいくら飲むかっていうのが決まるので、透過換算したら別にどっちが強いとか どっちが強かろうが透過に換算するので同じようになるとは思うんで、強さは同じようになると思うんですけど、うん、その辺ですけどね、うん、まあ、ただそのまあセルシンを飲むことにすごいその不安を感じておられるようなので、まあそれやったらあのリーゼのままで減薬しあってもいいんちゃうのかなと思いますけどね。1日3回3回飲んでるんやったら3回、その3回から均等に、まあ僕やったらまあ月 5% ですけど、まあサイレスの場合ね、もうサイレスも僕も今週でも終わってるんですけど、弾薬になってるんですけど、まあ、次またリボドリールになるんで、次リボドリールはもう少し力化が高いんで、リボドリールも 5% でいけるかどうかっていうのはやってみないと分かんないんですけど、ちょっとその辺はちょっとまたリボドリール減らしだしたら、まあ、多分本格的に減らすのは、まあ、年明けてからになると思う、まあ、年末12月か年明けてからぐらいになると思うんですけど思うんですけどね、はい、うん、まあこう文章を読む限り、まあ、リーザのままで弾薬したいなと思っておられると思うので、その気持ちが強いように思うので、そうであれば別にその置き換えんでもリーザのままで一遍やってみはったらどうかなと思いますけどね。それでなんかこうずっと進めていって、あ、やっぱりこれちょっと難しいなと思ったらジアゼパムに置き換えるということを考えてもういいんじゃないかなと思いますけどね。自分でリーゼでいけると思ったはんのやったらそれでいったらいいんちゃう、まあ、デパスなんかもそうですけど、デパスのまま減らすっていう人もいてるし、うん、そのまあ僕としてはその足のマニュアルにやっぱ書いてあるんで、短時間型の薬を減薬するときはジアゼパムに置き換えるって書いてあるので、まあ、それを一応お勧めはしますけど、まあ、すごいそのなんていうのかな、個人的にそれが置き換えることが不安にがあるとか、いろいろ心配事がある、その脂肪に蓄積するとかそういう心配事があるのであれば、リーゼのままでやってみたらいいんじゃないのかなと思いますけど、はい、でまあ人それぞれ違うので、そのやってみないことにはわからないんですよね、どうなるかって。ある程度はもうだから一遍そのリーゼでそう減薬進めていかがったらいいんちゃうかなと思いますけど、はい、僕もサイレス、僕サイレスとリボドリール飲んでますけど、まあどっちも長時間型なのでジアゼパムに置き換える必要はないんですけど、まああのアシトンマニュアル見てると、僕が次に減薬しようと思ってるリボトリールもジアゼパムに置き換えてっていうふうに書いてますけど、僕は置き換えんとリボトリールのままで、減らしていこうと思ってるんですけど、だから別にその置き換えなくても今飲んでる薬のままで減らしていっても別にいいと思いますけどね、うん、その置き換えることにすごい不安があるとかであれば今の薬で減らしてみて、でできるかどうかですよね、で進めていてどういう自分の体がどう反応するかどうかだと思うんですけど、うん、でそうどういう反応するかというのもこうみんなその同じではなくて、やっぱり一人一人違うので、さっさと抜ける人もいてるし、なかなか手こずる人もいているし、手こずった時に、まあ、まだそういう置き換えという方法もあるということを頭に入れておけば、別に今の薬のままで減らしていっても全然いいと思いますけどね、うん、まあ、そんな感じで、はい。
家にね、主婦で家に1日おられるっていうことなので、まあ、3回服薬してその3回で減薬するということも可能だと思うのでそれで一遍進めていかはったらいいんちゃうのかなと思いますけどね、うん、まあ、そういうことで今日は香里さんの質問に答えました、また何かありましたら、コメントよろしくお願いします。今日も見ていただいてありがとうございます。